はい、皆さんこんにちは。鍼灸師柔道整復師の柏内です。この動画のシリーズでは、誰でも簡単に小顔美肌になれるマッサージを紹介していきます。今回紹介するマッサージは二重顎を解消するマッサージになります。二重顎になってしまう主な原因としましては、体重増加による脂肪が増えてしまうということだけではなくて、顎の下周りのリンパの滞り、筋膜が使えずに顎の下がたるむ、または姿勢不良ですね。こういった原因によって起こってきます。今回のマッサージでしっかりと顎の下のリンパを流して筋肉をしっかりと動かすことによって二重顎を解消していきましょう。今回は3つのステップで運動とマッサージをやっていきます。ステップ1は顎の内側の部分ですね、骨に向かってリンパを押していくような形で、親指で内側から外に向かって3箇所に分けて指圧をしていきます。はい、1、2、3、外側に1、2、3、もう一個外1、2、3、繰り返していきます。はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、しっかり内側から、そうですね、1、2、3、1、2、3、1、2、3、もう一回いきましょうか。1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、 OK です。はい、それではステップ2になります。ステップ2は、先ほどほぐした部分を親指を使ってぐーっと耳のところ、耳下腺までしっかりとリンパを流すように滑らせていきましょうか。この骨の内側にぐーっと耳にかけて、ここまで、そうですね、しっかりと流して、1、2、はい、そうですね、そういう感じでしっかりとリンパを流していきます。それではステップ3、ステップ3はベロを動かして、この顎の下の部分のたるみを取っていきます。ベロは、実際見えるところじゃなくて、ここからついているので、顎を少し上にぐーっと上げて天井を見ます。この状態から喉からベロをしっかりと天井に向かって、そうですね、出して引っ込めて、これを10回繰り返していきましょうか。はい、そのままいきましょう。ぐっと伸ばして、ここにテンションかかるように、そうですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、最後10、 OK です。はい、今回は二重顎を解消する美顔マッサージをやっていきました。隙間時間なので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは次回の動画で。